皆さんこんにちは。今回は Apple Watch で YouTube を見れる面白いアプリの紹介とその使い方について話していきたいと思います。以前 Apple Watch で高級時計の文字盤にする方法という動画も出したんですけれども、それ以来ですね、 Apple Watch のアプリに対する興味が強くなっていて、いろいろと最近は調べてます。今回は調べたり試している中で面白い、皆さんに試してみてほしいと思ったものがあったので動画を撮っています。で、本題に入るんですが、今回紹介するのは WatchTube というアプリです。アプリの名前からわかるかもしれないんですが、 Apple Watch で YouTube が見れるというものになってます。試す前はですね、正直いやいや Apple Watch で動画見るとか画面小さすぎでしょと思ってたんですけれども、いざ試してみるとですね、 Apple Watch で動画が見れるという体験があまりにも新鮮すぎてテンション上がっちゃったんですよ。このアプリ面白いだけではなくて、実用面でもおすすめできるポイントがあります。それはですね、画面が消灯した状態でも動画を再生し続ける仕様というのと、あとは広告が流れないという仕様ですね。普通は YouTube プレミアムに入らないと消灯状態で動画の再生だったり広告の表示ってできないと思うんですけれども、このアプリでは YouTube プレミアムに入らなくても大丈夫です。なので動画を BGM として流したい時とかに重宝するかもしれません。前置きが長くなってしまったんですが、ここからはこの WatchTube の使い方について話していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、では早速使い方の手順を説明していきます。まずは iPhone で App Store のアプリを開いて WatchTube と検索してください。インストールしたら、今度は Apple Watch で WatchTube をインストールしていきます。インストール方法がちょっと面倒だったので手順を説明させてください。まず Apple Watch で App Store のアプリを開いてください。ページの一番下までスクロールすると、アカウントという項目があるので、それを選択します。その後、購入済みという項目を選択してください。この中に WatchTube がありますので、そこからインストールをしてください。これでインストールの手順は完了です。では WatchTube の使い方について説明していきます。アプリを開くと、まずは英語で説明が表示されているんですけれども、これは下にスクロールをしていって Dismiss を選択してください。その後、おすすめが並んでいる画面が表示されます。この画面のおすすめ機能を有効にするには、最低でも一つ動画を見て、一つ動画の高評価をして、さらにですね、一つチャンネル登録しないといけないということが書いてあったので、注意してください。また、このアプリでは自分の Google アカウントへログインするといったことはできないんですね。なので、ちょっと面倒ではあるんですが、このアプリでお気に入りのチャンネルを登録し直す必要があります。では、早速見たい動画を検索して再生をしてみましょう。最初に表示された画面から左にスワイプすると、検索画面と検索履歴が表示されます。検索ワードの入力は検索窓をタップすると開始できます。文字入力なんですけれども、日本語は音声のみとなっています。なので右下にあるマイクのアイコンを選択して Apple Watch に話しかけることになります。ただこれ場合によってはちょっと精度がいまいちな気がするんですよね。なので iPhone で文字入力する方法も紹介します。Apple Watch とペアリングしている iPhone をロックを解除した状態で近くに置いてください。その後、 WatchTube の検索窓を選択して文字入力画面を開いてください。そうするとですね、 iPhone に Apple Watch キーボードの通知が届きます。通知を選択すると iPhone 側で文字入力画面が開きますので、ここで文字を入力してください。入力した文字が Apple Watch 側に反映されます。個人的には音声入力よりもこっちの方が入力のしやすさを感じるのでおすすめです。ちなみにこれ Apple Watch シリーズ7以降かつ WatchOS 9であれば、もしかしたらキーボードの入力ができるのかもしれないんですけれども、現状は未確認となっていますので、こちらご了承ください。検索ワードを入力したら検索結果が表示されます。見たい動画を選択してみましょう。するとですね、高評価ボタンであったり設定ボタンのある画面に遷移します。動画を再生するときに字幕を表示させたいときであったりとか、コメントを読みたいときは設定ボタンを押せばできます。で、動画の再生なんですけれども、ちょっと最初違和感があるかと思うんですが、この画面では動画は再生されないんですよね。もう一度画面に表示されている再生ボタンを選択すると、再生用の画面に遷移して、そこで動画を見るという形になっています。再生用の画面に遷移したら、中央に表示されているボタンを選択すると動画が再生されます。場合によっては再生までの読み込みに少し時間がかかるかもしれないので、再生ボタンを押したら再生されるまで待ってみましょう。再生中の操作についてなんですけれども、音量調整はデジタルクラウンで行います。
また再生位置の調整については画面下部にあるバーを選択した後にデジタルクラウンを回すことでできます。あと Apple Watch 本体のスピーカーから音を出したいときに関してなんですが、こちら消音モードになっている場合は解除をしないと音が出ないので注意してください。以上、ここまで再生方法について話してきました。他の機能についても簡単に説明します。まず検索画面から左にスワイプすると視聴履歴の画面になります。さらに左にスワイプするとアプリの設定画面が表示されます。トップページの表示内容であったり、アプリ内の文字の大きさを変更できたり、あとは検索履歴情報の削除などできるようになっています。はい、今回はウォッチチューブの使い方について話してきました。このアプリは外出中に Wi-Fi がない環境で使ってしまうと通信量が結構発生してしまうと思うので、そこが実用面でいまいちではあります。ただ Apple Watch でこんなこともできるんだという驚きであったりとか、新鮮な体験をもたらしてくれるこのアプリはぜひ一度試してみてほしいです。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。